すみません、折り入って神龍様にお伺いしたいことがあるのですが。私に聞きたいこと？大丈夫ですよ、そんなに緊張せずに何でも聞いてください。本当ですか？ありがとうございます。もし断られたらって不安だったんです。僕、珍獣に興味があって、特に竜族が大大大大好きなんです。え、私が珍獣？中でも神竜様は世界で一人きり、唯一無二の貴重な存在です。そんな神竜様の生態について今日は話を聞かせていただきたいのです。神獣、どうしたのですか？いいえ、何でもありません。質問をどうぞ。では早速、神竜様の一日の行動を教えてください。朝起こしてもらって、朝食を食べて、お昼までは基礎鍛錬で体力作りですね。他の人たちとあまり変わらないのですが、これでいいのですか？とても参考になります。基本行動は他の人と変わりなしと。何でしょう、その紙は。どうして私の発言を書き留めているのですか？いつの日か神龍様のことをまとめた図鑑を作りたいと思っているんです。図鑑？そんな恥ずかしいです。恥じることなどありません。神龍様のことは後世に伝えるべきですから。そうですか。じー、メリー、じっと見られていると鍛錬に集中できないのですが。僕のことはお構いなく、いつもと同じ生活を続けてください。図鑑を完成させるために行動を観察させていただいているだけですから。その観察はいつまでなのでしょう？図鑑ができるまで、可能な限りずっとです。その代わりに神龍様のすべてを完璧な図鑑に落とし込んでみせますので。もうやめてください。え？私のことを特別扱いするのはやめてください。確かに私は竜族です。寿命や能力だってメリンたちとは違います。ですが、私の気持ちは人間と同じです。キーな目で見られるのは嫌なんです。
神竜様、不快にさせてしまい申し訳ありません。ですが僕にとって神竜様はやはり人間より上位の存在なんです。図鑑というと変な意味に聞こえるかもしれませんが、僕の中では神々しい存在についての記述です。図鑑を作ろうと思ったのは貴重な存在を守るため、大勢の人たちに神竜のことを知ってほしかったからです。だから決してご不快にさせるような意図は。メリン、良かれと思ってやったつもりが憧れの神竜様を傷つけてしまいました。図鑑作りはやめにします。本当にすみませんでした。いえ、メリン、誤解してすみませんでした。神竜様、メリンの神竜への思いがそこまでだとは考えも及びませんでした。そんな、悪いのは僕の方です。ごめんなさい、神竜様の気も知らないで傷つけることをしてしまって。メリンの気持ちが分かったら協力しようと思えるようになりました。確かにこの世界に神竜の文献は少ない。それは気軽に神竜と触れ合う機会がなかったからです。メリンのように神竜に興味を持ち後世に伝えようと努めてくれる人は貴重です。だから今一度好きなだけ私のことを観察してください。僕にとって神竜様は特別なんです。神たる竜のことを考えると辛いことも悲しいことも全て忘れられて、楽しくて幸せな満ち足りた気持ちになるんです。これは後世に、いや世界に伝えるべき気持ちです。メリンは面白い人ですね。逆にあなたを観察したいぐらいです。そんな神竜様のような方が恐れ多いです。でも一つだけ、これからは私を上位の存在などとは思わないでください。私は世界に一人の竜族ですが、あなただってたった一人の存在なんですから。あ、なるほど、互いに唯一無二の存在ということですね。そういうことです。図鑑ができたら最初に私に見せてください。約束ですよ。はい。
神竜様、図鑑の原稿ができました。確認をお願いできますか？はい、もちろんです。それでは早速。神竜、浮遊城ソラネルで千年の眠りから覚めた竜族。謙虚で優しく、人を思いやる心を持ち、人々を守るために戦いを続けている。なんだか照れてしまいますね。でも本当のことですから。寿命は数千年とも言われ、能力は人間の比ではない。しかしその生態は普通の人と変わらず、人間と同じような生活を送っている。また著者メリンの最も大切な存在でもある。メリン、これは。ごめんなさい、つい書いてしまいました。この部分は清書の際には省きます。でも神竜様にだけは見ておいてほしくて。僕にとって神竜様がそれだけの存在であったこと。あなたを思う人間がいたことを後の世まで覚えていてほしくって。このまま乗せてください。え？ただしこれだけでは不足です。著者メリンも神竜の大切な存在である。そして神竜から約束の指輪を渡されたただ一人のパートナーである。そう書き加えてください。これは神竜様、いけません。こんな大切なものを。私を思ってくれているのならどうか受け取ってください。神竜は人であるメリンと特別な絆を結んでいた。その事実を伝えましょう。わかりました。ありがとうございます、神竜様。この素晴らしい図鑑が完成すれば、神竜も人間と変わらないと思ってもらえそうですね。はい、僕気づきました。やっぱりこの図鑑はまだまだ完成しません。人と竜がどのように思い合い暮らしたのか、僕たちのこれからのことを図鑑に盛り込みたいです。そうですね、メリン、一緒に作り上げていきましょう。はい。お慕いしております、神竜様。これから僕と何千年も残るような思い出を作っていきましょう。